ここはしっかりとクリア。大山守備で残っていた島谷から一度梶川に下げます。一気に前に出ました。大前、もう一度富山が連動する。石井追い詰めていきます。素晴らしい、うまく引っ掛けました。富山いいディフェンスですね、まあ、状況によってああいう形で、ね、前からどんどん行くというね。さあリスタート、富山の前だ。ここは藤原がゴールラインに逃れました。いや、ああいうところの、ね、スローインからの、まあ、切り替えですけどね、はい、ああいう狙っていく時のパワーというのは大見えますよね、このディフェンスですね。素晴らしいですね、この辺りの泥臭さというのは本当、はい。